市の町の大駒だら石垣市は、八重山列島の石垣島及び尖閣諸島を、地域とする沖縄県第10の都市である。市街地が広がる石垣市中心部八重山列島の、政治、経済、産業、交通の中心地であり、沖縄県八重山事務所が所在するほか、数々の島から成り立つ隣接自治体である、竹富町も町役場を、石垣市内に置いている。また、 日本最南端、最西端に位置する市でもある。尖閣諸島沖縄県では、沖縄島トイレ表島に次ぐ3番目に、大きな石垣島と尖閣諸島とからなる。尖閣列島は現在は無人島で、実質的には一島一市である。石垣島の南部は、平地が多く、人口が集中している。北部は、山勝で浦石垣と呼ばれる。近代においては、 マラリアの蔓延する地域であったため、集落そのものが少ない。琉球王朝時代に強制移民が行われた歴史もある。沖縄県最高峰の大本だけを中心とした3階は、商用樹林に覆われ、動植物の固有種も多い。最寒月平均気温が、摂氏18度以上である、石垣市は、欠片の帰国分の定義によれば、熱帯に属する。なお、 欠片の気候区分ではないが、石垣市や石垣島地方気象台では、亜熱帯海洋性気候に属するとしている。1896年の観測開始以来、気温は上昇傾向にある。石垣市の気候には、四季の明確な区別がなく、総じて温暖多湿である。しかし、夏は太平洋高気圧に覆われ、晴れが多く高温多湿の日が続く。特に、 2012年7月8日に、市内の伊原間アメダスで観測した最高気温摂氏36.1度は、南城市、玉城糸数8月7日、宮古島市下地7月5日と並んで、沖縄県内の観測史上最高気温である。一方、冬は大陸高気圧が張り出し、肌寒い日が多く小雨も混じり、年によっては、最寒月の平均気温が、 摂氏十18度を下回ることがある。なお、1898年2月16日に、石垣市まで観測した最高気温二十29.1度は、日本国内での2月の史上最高気温である。2010年6月1日に、すぐやるかを解説、沖縄県内では、西原町に次いで2カ所目である。石垣市と竹富町、与那国町では2002年6月に、 八重山地域合併検討会を12月に任意合併協議会を設置し2003年7月には法定合併協議会に移行したが与那国町では2004年10月に行われた住民投票で反対多数となったため協議会は休止となったその後同年11月に石垣市と竹富町は任意協議会を設置し12月には 法定協議会以降を議会に諮ったが、竹富町議会では法定協議会設置案を3度にわたり否決し、2005年2月28日に4度目の審議でようやく可決して法定協議会が設置された。合併期日は2005年10月1日、新市名は八重山市に決定し、3月18日に合併協定調印にこぎつけたが、合併関連議案を 石垣市は可決した一方で、竹富町は二度にわたり否決し、結局合併を断念することとなった。国沖縄健康的機関かつて石垣紛りだった地域は知るし、大浜紛りだった地域は知るし、宮長紛りだった地域は因因は1964年5月まで大浜町だった地域。高い出生率による自然像と移住者等による社会像とが相まって人口は、 増加傾向にあるこのうち、人口の自然像については、石垣市の合計特殊出生率は2.2人で、日本の市区町村の中で8番目に高い自治体である。また、社会像については、2003年頃から、今度からの移住者が急増して移住ブームが起きた。2008年以降、ブームと呼ばれた状況は人生化しているが、引き続き移住希望者は多い。移住ブーム当時は、 本土の競争社会に見切りをつけ南国の楽園に憧れて移住したり退職した段階の世代が老後の住みかを求めて転入したが石垣島では目立った産業がなくことに若者の場合は計画を立てずに移住すると経済的に行き詰まるケースもあったまた転入した新住民と地元コミュニティとの圧力や乱開発によるインフラストラクチャー整備への負担増の問題も 指摘された。石垣市で最も多い名字は、宮永である。運輸業については、交通参照新石垣空港石垣空港、2013年新石垣空港開港により廃止。石垣港離島ターミナル史跡名称天然記念物、重要文化財登録有形文化財、登録記念物。ありがとうございます。